ていうのと、で次に成分を説明してみるとで次に一回やってみてくださいっていうのでだいぶ初めての方には変更できてるんですけど、じゃあまず違いなんですけど、はい、ヘッドスパの普通のヘッドスパは60分いつもやったりとか、はい、45分だったりとかすると思うんですけど、はい、まず何が違うかっていうと、はい、体の中から免疫力を高めてくれるマッサージですよ、ね。だからマッサージも普通の60分だとツボ押しでこういう感じなんですけど、エバーリングになると結構引っ張る感じで、はい、リンパを流していくマッサージですね、っていうのが違うところです、はい。であと使ってる商材が全然違くて、普通のスパだと、シャンプーしてジェルをつけてもう一回シャンプーをして生トリートメントするこの4工程なんですけど、エバーリーフだと8工程なんです。すごいですね。でこの工程になってますって言って説明をします。で炭酸の生炭酸の成分だとか、あとはトリートメントで5種類使ってて、4つ目は3つの中から選べるんですよ。すごくないですか？すごいですね。って言って、お値段もその分すごくいい商材を使っているので高くはなってしまうんですけど、絶対に満足してもらえるヘッドスパなので、60分いつもやってる方なら一度だけちょっと試していただいて、それでまた次回決めていただいても大丈夫なので、とりあえず一回やってみませんか。はい、じゃあお願いします。うわ感情が、こちらとしても感情が生まれなかったりするので、それで来てる方がをなんかすごい好きな気持ちで入るようにして、そしてその人には何が必要かっていうのがあるので、まずそれが一番。あとはやり方だと思うんですけど、客心理ステップとかだと思います。はい、カウンセリングですか？カウンセリング、地域のお客さんが入る時のカウンセリングで一番大切にすることっていうのは、できるだけ悩みを引き出しやすい雰囲気を出してあげて、話させてあげるところまで。でも中には話さない方とかもいらっしゃるので、それはもう後に先にもうちょっと一回落ち着いてもらってネットしてだったりとか、で他に私と他違うアシスタントが共有してもらったりとかすると違う表情で降りてくるので、ここからまた、はい、ありがとうございます。株式会社ハグで美容師2年目となる、その僕の2年目の目標っていうのが、ジャイアントスタイリストになり、そして150万プレーンとなって会社の利益を上げて貢献することです。でそうすることで会社、スタッフ、そしてお客様が全員幸せになることがを目指したいと思っています。なので今の僕の課題というのがモデル集客でして、もう月20人目標なので、空いた時間を作って商店街で販売をしていきたいと思います。そのためにも生産性を上げることを常に意識して営業に臨んでいきます。で、その生産性を上げる取り組みとしては、そのシャンプーやカラーとかなどタイムを常に確認して、何分まで終わらす時間というのを決めてやっていきます。で、またこのような決意をするために覚悟として、好きなゲームというのを売りました。より以前よりも仕事に対応して大丈夫です。大丈夫しようと決心したので、大丈夫です。大丈夫。はい。で最短でスタイリストになって、そして150万プレイヤーを目指すためにも、今僕ができるその AT 数字をもっと上げることとか、モデルに適応して最大限頑張っていきますので、皆様の応援のほどよろしくお願いいたします。よっ。